どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。久しぶりのメタデッキシリーズ。突然ですが皆さん、ブラックフェザーデッキうざくないですか？単刀直入に言います。あの鳥ども、あのなんか猿みたいな反動で高校ワンキルしてくる鳥ども、あれうざくないですか？今日はですね、まあ、あのブラックフェザーとかいうなんか鳥のデッキ、焼き鳥にして食べていこうかなと、思っておりましてですね、ブラックフェザーデッキにぶっ刺さるカードたちをぶち込んでまいりました。殺害していきましょう。過激派。ブラックフェザーっていうのはどういうデッキかっていうとですね、基本的にはシンクロとかしてきたりとかして、まあ、雷霧の効果使って破壊してきたりとかするわけですよ。で、ブイブイ言わしてくると。でですね、まあ、そこで私考えました、いろいろとね、ディスコードのメンバーとも話し合いをしまして、議論を重ねまして、どういうデッキだったらメタリキれるのかと、メタリキシリーズですよ。本日、久しぶりの、岩戸ですね。基本的にはやっぱモンスター効果を止めると。だからまあ、雷霧の効果を結局使わせないっていうことが重要なんで、まあ、岩戸。でまあ、あとはですね、ハリケーン。結局、ハリケーンがめんどくさいんですよ。だから、ハリケーンを止めれるように、魔球のワイド。そして、まあ、リンネのパーシアス。まあ、これはモンスター効果も、ね、止められますか？一応ね。岩戸が引けない場合でも。で、ですね、あと、ぶっ刺さるカード。狡猾。これ、ぶっ刺さります。まあ、先行取れたら、もちろん刺さるし、高校も取れても、高校取れてもっていうか、高校を取ってしまっても、一応、まあ、後癖から狡猾は、結構強いんでね。まあ、刺さりますね。これめっちゃぶっ刺さる。でですね、打点補助。まあ、岩戸とか、この、今回エアトスも入れてるんですけど、これのモンスターたちって、やっぱ打点が低いんですよね。2500とか、こいつ1900とかなんで、こいつらの打点を補助しないと、結局、あいつらってモンスター効果全く使わずにシンクロできるんですよ。ブラスト召喚からゲイルとか特殊召喚して、いきなり、7シンクロでなんか千鳥とか、なんか3000とかのやべえ、やべえやつをパパンって出してきたりするんですけど、そういうパターンの時にやっぱり使えるカードっていうのは打点補助カードなんですよね。なので、コンセントレイト、そして、銀幕、そして、ね、分断と、この辺のカードを入れてます。まあ、ちょっとコンセント1枚で、千鳥がね、まあ、強いんですよ。本当にね、あいつが。あいつマジ脳筋だから、なんかあのモンスターマジめんどくさいんだけど、まあ、この辺でなんとか止めていければなと、コンセント1枚止まんないっていうね、この岩戸と、だと。まあ、結構これが辛いところではあるんですけども。ほんでですね、一番の、メタカードというか見つけてきました。まあ、先行限定ではあるんですけど、これね、デブリアンソングっていう。皆さんこれご存知でしょうか？このカードがフィールド上に存在する限り、相手フィールドの全てのモンスターのレベルが一つ下がります。つまりですね、シンクロ召喚のレベルが合わなくなるんですよ。これ結構盲点でしょ。見たことないこういうカードを使って今日は焼き鳥をさばいていく。鳥をブラックフェザーとかいう美味しそうな鳥をさばいていく。デュエルデュエルっていうか鳥貴族スタンバイ。さあ、クジャケマイさん、よろしくお願いします。狩りはデュエルスタンバイ、行くぜ。さあ、鳥を果たして私は美味しく焼くことができるんでしょうか。どうしようかな、こっちだな、ね、さあ終了。さあ、ブラックフェザーなんだろ、クローのスリーブやしな。さあどうだ、誰だ、ブラックフェザーだ。よし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 、召喚成功時デブリアンソング発動。相手のフィールド上のモンスターのレベルは1個下がるぜ。シンクロしてみろよ、おい焼き鳥さんよ、シンクロしてみろよ。手羽先にして食ってやる。グラムは入ってるのかな、グラムは入ってるのか、キャラ星のグラムは。グラムぐらい入れとけボケ。ドラウン、どうせブラックなのそれ。カードを1枚セット。
フラグオッズ。いきますよ。くらえ。よし。おら。どうしましたブラックペサーさん。シンクロ召喚しなくていいんですか。シンクロ召喚しないとなんか勝てないって聞きましたけど、私あなた弱いですねこの鳥は。なんかシンクロ召喚してくるとかどうとかって聞いてましたけど、私シンクロ召喚しなくていいんですか。ダメージステップですか。コンセントレイト対戦ありがとうございました。焼き鳥うめえ。酒が進むわ。さあお相手の方、ハーピーの狩り場ということで、焼き鳥。さあ展開しろ展開しろポケ。クローズっていうね、あのなんかピルだから撃てるとかどうとかっていうなんかカウンタートラップがあるらしいんですけど、なんかあの発動する効果無効にするんですって。モンスターの発動する効果ね、フィールド上で。なんか天の岩戸さんって発動する効果じゃないんですよ、永続効果なんですよ。はいはいはい、どうぞどうぞどうぞ。いやいいですね、なかなかいい展開ですよ。頑張ってください。頑張ってください。あ、地獄に落ちてもらいますからね今から。狡猾スキルの強いな、狡猾。やっぱね、結局なんだかって狡猾が強い。このなんか結局破壊耐性が特にねえかな、ブラックフェザーって、まあ、ブラックフェザーっていうか焼き鳥。あ、なんかそのこのカラスどもはですね、あの狡猾とかその破壊耐性がマジないから破壊にクソ弱いっていうのに気づきました私。はいはい、どうぞ。七進行ですか。誰が出てくるんですか。まあ誰でもいいんですけど、はいはいはい、どうぞどうぞ。ライギリさんどうぞどうぞ。ドズを、あー、いや強いですね。チューナーが出てきますよ。チューナーじゃねえや、トークンが。そして、17で、ブラックフェザードラゴンですか。あー、どうぞ舞い上がってください、舞い上がってください。その天高く舞い上がったところもね、叩き落としてね、いい感じの炭火で焼いて差し上げますからね。もうなんか800度ぐらいになんか熱した炭火がなんかね、焼いて差し上げますからね。どうぞドロー。天の岩戸を攻撃表示で召喚。そして俺は何かわからないカードを1枚セットし、もう1枚セットし、もう1枚セットし、ターンシードですよ。さあどうしますかクジャクマイさん。困るんじゃないでしょうか。バトルフェーズ来ました。さあ必死こいでバトルしていきます。バトルステップよしいか。狡猾な落とし穴発動。俺はフィールド上のなんかよくわかんないうまそうな鳥を2体破壊して、さらにダメージステップいいっすか自分。弱この鳥、この鳥弱。ダメージステップいいっすか。コンセントレイト、もう一丁コンセントレイト。焼き鳥一丁上がり。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、フジャケマイさんよろしくお願いします。トゥエルスタンバイ。さあハーピーの狩り場 OK。 ハーク、やばい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 、ナシムオッケー。じゃあモンスターヒーで頼む、お願いです。イワト来てください。イワトさん一生のお願いだから、メタレキ取ってのにイワト怖いとか意味わかんないから頼む。まあ、言うてね、どんぐらいだ、デュエルスタンバイなんで、高校だけど6枚だから60%ちょっとあんのかな、60%ちょっとあるんですよ。60%ちょっとあるんで、なんかモンスター引きたいなと思うんですけど、モンスターを引きたいとこのように考えております。ぶん回せんこいつ、めんどくさ。ライキリ、はいどうぞ。でスチームトークンが出てくる。で、スチームトークンと7で8進行しブラックフェザーでからのおろし特殊召喚してホークジョー、
で、ホークショーの効果で雷霧釣り上げるね。オッケー、そこまで吐く、はよせ、今から焼いてやるから、今から美味しく3匹同時に焼いてやるからな。この後美味しくいただきましたって言ってて、マジでこれ岩と来なかったらサレンダー、岩と来なかったらサレンダー、岩と来ないサレンダーあれもうワンチャンあるか、リンであるから使ってくれたら来ていく。岩とで鳥をさばいていく、カードを1枚セット、カードを1枚セット、カードを1枚セット、さあ終了、さあ焼き鳥のお時間です